はい、こんにちは、笠又博物館です。今日ご紹介する展示室はこちら、仮面ライダードライブ変身ベルトデラックスドライブドライバー&シフトブレスということで、こちらをレビューしていきたいと思います。こちらはね、発売時期が2014、バンダイ2014メイドインチャイナということで、はい、単3の電池が3本と LR44 の電池が3つ必要となっております。セット内容はベルト一式、シフトブレス、シフトスピード、シフトマックスフレアと取扱説明書、こちらになっております。はい、で、LR44 はシフトブレスに、変身ベルト本体には単3の電池が3つということで、ベルトの胴回りの大きさは48センチから68センチでございます。はい、値段はね、当時7000か8000ぐらいしたと思うんですけども、値下げ価格の3218円になっておりました。まあこれはもう過去に買ったものなので、この金額ももうかなり前のものですね。多分相当前だと思います。当時放送終了した時ぐらいだと思います。で、これなんと未開封でございます。未開封、今これ開封するのが2019年ということで、5年越しに開封するということで、開けましょう。やっとね、ドライブ関連のものすべて見終わったので、やっとこれで開けれるということで、開けてみましょう。お、仮面ライダー変身ベルトオーナーズクラブ、こんなのがあったんですね。面白いですね。今でもあるのかな。なさそうだけどね。ではじゃん。おお、初めて開けるかもしれん、このタイプは。もう一個セットのやつがあるんですけどね、あの腰のベルトのここのシフトブレスのシフトカーホルダーか、このセットのやつがついてるやつは持ってるんですけどね。はい、こんな感じです。ベルトの取扱説明書がこちらに書いてありますね。はい、さあ、そしてこれはこんな感じに入ってます。ベルト本体とシフトベース、そしてこれがシフトカーですね、シフトスピード、そしてマックスフレアにベルトにベルト止めと、こんな感じで入っております。では取り出して見ていきましょう。これの場合は多分絶縁シートだよね。テスト電池が入ってるので大丈夫かな。これ電源オンするとここの部分がね、おお、ペリペリがついてます。電源オン、あ、大丈夫ですね。赤く光ったので、これが電源オンの証拠ですね。赤外線で通じてるので。では本体ベルトさん、ベルトさんはここがこれでくるっと巻かれてるんだ。へえ、はい、ベルトさん、おお、いいね。あ、結構ベルトさんいっぱいテープとかついてますね。あとはないかな。まあこういうね、部分大事ですからね。これ受信機ですね、受信部分。ああ、これいいね。シートベルトだから、ここがね、こういうシートベルトのやつみたいになって、でそうするとベルト本体こっちがね、やっぱドライブはかなり特徴的でいいですよね。これがもうシートベルトの差し込み口みたいな感じで、お、ここもステッチになってる。これはすごいね、他のライダーにはない感じですね。そして、ベルト止め、これはドライブのマークがついてますので、これも分かりやすくていいですね。だいたい上か下かどっちか分かんないようなのが結構多いんですけども、上下がこう、あれどっちだっけみたいなやつが多いんですが、ベルトはね、ベルトさんの場合はちゃんとドライブのマークがありますので、これで OK と。ではちょっとしてみますか。取り付け方法はこれが R なので、こっちですね、スライドしてはめると、スライドしてはめる、そしてベルト止めを通してこれを取り付けると。はい、これで OK ですね。そしたらベルトさんを閉じる方向はこっちでガチャッと。おー、気持ちいいね、気持ちいいね。電池入れましょう。電池、今ちょっと見づらくなっちゃったので、もう一回取り外して、裏面ですね、ここを押しながら下に引くと取れます。そして単三電池3本ですので、方向をね、気にしながら入れていきましょう。かなり奥まで入れて、はい、ベルトさんがね、電源オンして OK なら
電池の向きも大丈夫ということですね。 OK。 さあそしてあとはシフトカー2個取り出せばこれでこの変身ベルトの中身は一式 OK ということになりますね。さあそれではやっていこうか。ベルシフトスピードこちらです。はい、全部塗装ですね。シールとかじゃないです。全部塗装になってます。ここだけシールだね。ドライブの R のマーク、こっちもねマーク、ここだけはシールになっております。はい、あとはピンがね並び方が違って読み込みが違うよと、こういう感じですね。いいねやっぱこの感じ、くるっと回す感じね。でしっかりと走ります。劇中みたいにねあのシフトカーたち行ってくれっつってこう行ってきます。結構いい感じで滑ってくれますね。ではもう一回これも電源入れましょう。ここがスピーカーになってますので、こちらからベルトさんの声が聞こえます。全然なんかあれですね、光ったりはしないんですね最初に。でここがキーです。キー、鍵が刺さってるのでこれを回します。そうするとおー来たー、大気音が鳴ってますね。さあそれでは行きましょう。あれ？ん？待機音が終わっちゃった。あれ？俺間違ってないね。あれ？この時って音鳴んなかったっけ？ん？なんで？なんで鳴らないの？え？そんなことある？これ新品だよ。だって今俺確実に新品の状態だったからね。え？はい、ということで電池見たらねちょっと液漏れしててもうちょっと危なかったですね。見てよかった。であとは説明書読んだらここさっき赤外線の受信部と言ったんですけども、これより上に位置してないと反応しないということなんで、今僕みたいにこう平行に置いたりとかこっち側に置いたりしてるとダメなんですって。なんでこの真上ぐらい、上ぐらいに置かないとならない、てか反応しない。いくよベルトさん。 OK しんのすけ Start your engine で、はい、変身。やった、変身できましたね。これでベルトさんが変身できました。ベルトドライブにね。さあそしてまあ必殺技いきましょう。キーを回して、これも反応がでもあんまり良くないな。なんでこんな反応良くないんだろう。いやーちょっとどうしようね。今もう一個の方のシフトブレスを持ってきたんですけど、どうしたもんかね。どうしようかなこれ。全然反応しないんだよな結局。困ったな。あれ？なんか反応したぞ。なんか反応したけど、どういうこと？さっきよく反応したね。やっぱ反応しねえな。ダメですね。
いっと。お、行った。ようやく行きましたね。やっと行ったね。反応するね。おお、やった、できた、加速攻撃。これやりたかったんだよな。で、おお、ようやくできましたね。なんでだろう、このシフトブレスは新品の方のベルトのあれなのに、こっちとこれがセットなのに、なんでこれとこれが相性いいんだろう。こういうことか。こういうことですね。最初に抜いちゃダメ、これを押してから抜いて刺すと、ならちょっと横着しちゃダメってことですね。やっとできたね。すごいな。これは、こっちは本物の方はどうなの。あ、反応するわ。これ何回まで行くんだろう、スピードって。3回が限界だね。はい。で、あとはベルトさん遊びということで、キーを回してブレスのボタンを押すとベルトさんの表情が変化ということで、多分これは電源切らないとダメかな。キーを回してボタンを押すとこんな感じ。これ喜んでますね。お、寝た。お、これ怒ってます。これ悲しみです。これ痛みですね。行きましたね。はい。てな感じで、今回は仮面ライダードライブの変身ベルト、ベルトさんをご紹介しました。まさかの感じになっちゃいましたけども、まあ、こういうこともあるんだなって感じですね。ちょっと、ちゃんとした動画を撮りたいなと思って撮り始めたのに、これだとちょっと、グダグダになっちゃいますよね。すいませんでした。まさかこんな形になるとは思わなかったです。はい、なんでもう一個の方ではちゃんとやりたいと思います。それではまた明日。